岡場所なり風呂屋なり行って一発拷問の鉄砲女郎でも買ってきな。モハグロドブに囲まれた吉原で生まれ育ち、ただひたすら男に抱かれ続けた。どんなに抱かれても心がうついたことはない。男の言葉を信じちゃいけない。痛い思いをするのは女の方なんだよ。所詮は股を開いて男の性を抜くことしかできやしないんだ。そんな目で見ないで。私は女郎だよ。逃げて。花酔い道中。もっと花咲かせておくんなんし。